どうもこんにちは、こんばんは、青ゲームです。ということで今回もですね、ドラゴンクエスト8を実況プレイ続きやっていきたいなと思います。ということで前回ですね、ついに魔法戦をですね、ゲットしまして、ここからちょっといろんなところに、進めていけるんじゃないかということですね。いや大変ワクワクしておりますが、でね、前回終わってからですね、セーブしようと思ってちょっとすぐですね、ここまで来たんですけど、船がどこにあるのかがわからないということでちょっと今までのドラクエだと多分ついてくんだよね、多分ね。待った、城に行ってもないのか。ちょっと待って、今までのパティーンだと街の横に 3D になったことによって船は一体どこに。待った、あ、ああいう感じで表記されるようになったのか。ちょっと待って、ここ分かったわ。ってことは、どこだ？フォルトリンクとか行ったらどうなの？ちょっと待って。まあまあ、ちょっとあれですから、メダル王のとこ行くんだけど、今までとちょっと違うんだね。これで言うと。ああ、近所にあるんだね。なるほど。ただ、どこだかちょっとわかんないからちょっと待って、前回のところ戻らせてちょっとわかんない。メダル王の城がどこだかわからないんだよね。どこだったっけな。待って、戻ろう。ちょっとごめん、ちょっと船まで戻らせて。ちょっとこのまま歩いていけばいいのか。なんかでっかい青、いやー見えた。ちょっとかっこいいめちゃくちゃかっこよくない？あ、なんかやっぱちょっと今までとちょっと違うから、あ、スライムが現れた。ちょっと待って、ごめん。驚いてる？驚いてるなら出てくんなっつうの。出てくるなっつうの。あ、今までと違ってさ、なんか遠くにさ、こんな感じでさ、船を見ることなかったじゃん。もうめちゃくちゃかっこよくない？これもう。今までとなんか感動の質がだいぶ変わったね。いや、2D の良さもあるんだよ、もちろん。2E の良さもめちゃくちゃあるんだけど、あの雲どうなってんのあれいつ晴れるの。待った、ごめん、そこにさ、ごめん、ちょっと思い出した。あれ開けられない宝箱なかったっけ。あったよね、開けられない宝箱がそこにあったから。ちょうどあれ違うのか。あれこれってさ、いや、いた、おったおった、あいつおった。さあ、で、どういう風に乗っていくの？あ、ちゃんと、各所にこういう桟橋みたいのがあるってことなのかな？そういうことだよね。待った、メダル王の、あれ、メダル王の城どこだろう？ちょっと待って。さあ、乗り込みましたと。あ、こんな感じになるのか。ごめん、メダル王の城よりもなんか、おりますちょっとなんか、なんか見つけたぞ。なんか見つけてしまった。これが、あれだね。わ、なんだこれ。船を見つけてからのドラクエ。最高だよね。行けるとこがめっちゃ、なんだこれ。え？なんだここ。なんだこれ。開けられないよね。開けられない。これなんつうの、これ絶対入っちゃいけませんよっていう、この、わかるでしょ、なんかこう、チクチクしたやつ。これ名前なんつうんだか忘れちゃったけど。あれなんかある。え？なんだこれなんだこれ。囚人でも入れられるのかな？ちょっとわからん。ちょっと覚えておこう。ちょっとこれ覚えておきましょう、ここ。なんだ、こう、なんかがある。何かで来るんだろうね。来るってことだよね。なんか囚人か。あ、なんか入れられんのかな、囚人かなんかを。ちょ、また今までとまたちょっとなんか全然違う感じのなんか、ダンジョン、もうわかんない。あれもしかしたらエスカレー、なんか下に下がっていくのかもしれないよね。最高。うわ、めちゃくちゃ綺麗なんだけど。で、ただメダル王の城が、下か。多分これ下だよね。オッケー、ごめん、間違えた。多分下だわ。ごめん、全体のとこまで行こう。もうめちゃくちゃ綺麗じゃないか、これ。
何これ、オーロラみたいなちょっとかっこいい、めちゃめちゃかっこいい。さあダイオウイカが現れました。戦いましょう。んで待って、作戦でよし、ガンガン行こうぜ、行こう。オッケー、ザラキ終わった。強えめちゃくちゃ強え、一撃で終わったぜ。ただ消費 MV の問題であれだよね、これが効くんだったら。うわすげえすごくない、なんこんなに変わるの、マジで。え、あれここなんだ、あれここで何、あこれが、あれなんかここも行ける新しいところ。いや待って、待て、欲張るな興奮が止まらねえ、興奮が止まらないけど、まずは普通にお尻こ、メダル王だったよね多分ね、メダル王だったよね。プチアーノごめん、いっぱいいた、どうしようちょっと今回、いやどうしようかな、分かんないけど、メダル王のところ行ってみないと分からないけど、ちょっとせっかくなんで大公開と行きたいところですね大公開という、いやすげえ、こんなにさ変わるもんかね、これたまらんくねえか、すごいよね , 笑っちまう、この進化、この進化すごすぎだろう。でここら辺の、これまっすぐだね多分ね、多分そこら辺、そこら辺だよね。あ違う、あれなんか違う、ここまたなんかあるね。あここで合ってるよね、合ってるよね、多分間違いない。おっと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 、ここだ、びっくりした、全然ちげえとこかと思った。さあホークマン、ホークマンはいいや、大丈夫です、前回倒したよね。バギマン、まあずるくない、なんかこっちは常になんかグループってなんかずるくないなんかずるくない、こいつらなんか同じような5人いるときにさ3人で分かれてさ、グループの技はさ入らないときあるのに、こっちなんか常にグループってちょっとずるくねなんかちょっとずるくねえか。31、さあメダルの王様来ましたね、ついになんですが、何をもらえるのか、何がもらえるのかってね、前回ね何回も言いますけどね、45枚で毒針ですからね俺一生言っていくんじゃない、これ俺一生言っていくんじゃない、これなんて45枚で毒針なんだよって一生言っていきそう俺。あおります、さあ来ました。さあさっきの毒ちょっとなんか意味深だよね、あれ絶対囚人なのかな。でもここはあれなんだよね、敵出たよね確かね、敵出たってことは、これ決まった、敵出たってことは多分俺の予想だとどっかに、なんだこいつら、まあいいや行こう。違うのかってことは、ここのマップ、この城の中もしかして敵がいいの、未だかってないシステム分かんない、今まで、ん、どうなんだろう、ちょ行ってみよう、待ってやめて、50、あおい、ちょっとめちゃめちゃ強いやないかこれ、うわこの敵、ちょっと待ってやめて、やめて、もうそのもうちょっと神様みたいのやめて、おおちょっと見えちょ待って待って、ちょっと良かった、あーよかったあー危ない、息を止めてたからちょっと死んでしまうのかと思って、やめてやめて、ちょっと笹を取れて MP を奪われ、あ大丈夫、あぶいや死ぬと思ってたら息を止めてた気がついたら420ポイント経験値ゲット、よっしゃ危ない、よし行こう。なんなんちょっと、あいついたよね、どこだったっけ、倒しなんか攻撃した瞬間になんかになるやつ、あれの倒し方って何、攻撃さえしなかったらあのなんか怒った状態にならないってこと、これやっぱ文字で言う王って感じなんだよね多分ね、そうだよね、めちゃめちゃ強い。さあ来ました、あーなんかいる、女王様、さあ来ました早速来ました、裏切ってきました、今回は、いや多分そうなのかな、メダルの王女様なんだねそういうことなのかな、あ
あ、今までとちょっと違う。俺だってちょっと違くない？だって椅子だって今までさ、2個くらいあったじゃん。あ、いやいや、1個だったじゃん。2個あんだけど。ん？病気の王様に代わって、王家に代々じゃ大切なお仕事を頑張っているんだ。どういうこと？でもなんだか大変そうだから、よかったら君たちも王女様の仕事を手伝ってあげてよ。なんだ？どういうこと？旅の者が来るなど何年ぶりのことだろうか。ということはお前たちあれを持ってきた。なんだあれって。いいえ、わかんない。何のことかだと、あれだったら小さくて丸いものに決まっているぞ。ここをどこだと思っているんだ。小さくて丸いもの、あ、小さなメダルのことで、そういうことだよね。あれを持ってきた。はい、今2階にいられ、2階に、あ、なんかある。俺は見ていけない、見てはいけないものを見ちまったんだ。月のない、うわー出た公開の途中に彼を見たらしいですよクレイジーシャクレボーイさんを、容器をまとった。なんかだんだんなんかちょっと、なんちゅうの、サイコパス加減というか、なんかまがまがしくなってくんじゃないの。あの子、道化師の姿のとか歩いて渡っていくの、てんてんて。あれおそらくそこいらの魔物なんか比べにならないくらいおぞましいものだったよって。どこへ向かったかって、この島から西の方角だって。またまた、ベルガラック、この島から西だって。今来たとこちょっと戻る感じだね、多分ね。思い出したくもないで、西の方に行くとベルガ、なんつった、ベルガラック、ベルガラックって方に行けっていう、ここでヒントがゲットという。あれ、なんだ、おさ見えねえぞ、顔まったねねさんだったね。いや、ねねさんじゃないけどねねさんだったわ。オッケー、今お金いくらあんだろう。5000か、結構たまったね。違うの、話変わるんだけどさ、ヒーローズがちょっと金欠でさ、金欠で、あ、いや、またここまとできます。今魔法の鍵まで持ってるからあれなんだよね。待ってみ、僕の弟はパルミノって町のカジノで働いてる。ん？パルミノでなすればカジノあったよね、なんかね。ビンゴゲームってディーラーっていう、なんだか洒落た仕事してるみたいで、兄としては鼻が高いですよって。さあ、僕もあれ、バルミノのなんかカジノってなんかぼったくりっぽいなんかこと言ってなかった、なんか違ったっけ。さあ、僕も弟に負けないように頑張って働かなくっちゃ。なんですか、なんか売ってます、このカビが氷の上に冷たいカビ、熱いカビ、よくわかんねえ。これ錬金なんだよね、これ錬金には間違いないんだよね。錬金だね。ちょ、錬金後のレシピ結構いろんなの出たよね。なんかあったよね。袋、レシピ、ちょっとレシピ見させて。切れ味の鈍い斧。これなんかあんじゃないのかな？かっこいい帽子。あ、石の帽子。ブロンズナイフ、ブロンズ。これなんかちょっと、いいような気しない。早手のリング自体ないよね。星降る腕輪になるのか、早手のリングが。これ欲しいね。羽の帽子。ブロンズナイフどっかで買おうか。かっこいい帽子になるって。かっこいい帽子って、多分、銀色のもの、ホワイトシールド。まあまあいいや、これちょっとどっかで、ムチだろ、斧だろ。これでも、なんかに使うんじゃない？切れ味の鈍い斧からの、なんかの派生みたいな。ハイブーメランだよね。ブロンズナイフって結構使えるない？お、なんかブロンズナイフ、かっこいい帽子はなんかすぐ作れるような気がする。ブロンズナイフって2個あったっけ？まあいいや。まあいいや、まあちょっと待ってて。根もってちょっと2階の、王女だぜ。いや、待った。よいしょ、待って。あ、いいか、別にわざわざ使わなくても、あっち4つあったね。5個ってことは、ここに多分1個あるね。あった。小さなメダル、いや、わからんのか。小さなメダルを集めてないことはないよね。なんか2個ある。どこ行った？あ、うん、いた。病人の部屋なんですから騒がないでくださいね。ん？病人？あたしきれ、あ、できないのか、それは。ん？ん？なんか使用人、使用、ん？体に、ん？出なければ、王家の務めはお前一人で、あ、どういうこと？本当にわしのせいでお前には苦労ばかりかけるの？あ、びっくりした。なんか、一瞬人魚かなんかなのかなと思った、奥さんが。いや、顔が白かったから。お父様はそれは言わない約束ですわ。由緒正しき我が王家の務めに誇りを感じていますのよ。なんだそのスティック。ですが、そんなこと気にさせてどうか、ご自身の体のことだけを。あ、何？お、メダルの王様との娘ってこと？あら、お客様。
あなた方は小さなメダルをお持ちくださったのありませんか。あ、なんかいつもと違う、なんかいつもと違くないか。やはりそうでしたかね。あ、私とついでに王家の使命を果たすことができますわ。ついにってことは初めて持ってきたってこと。いや結構下にあのそんなに欲しかったらあの壺の中入ってたぜ入ってたぜ。ここでなんですから詳しい話は一回でいたしませんか。聞かれちゃいけないことでもあるんだのか、失礼いたしますね。なんかちょっと今までと違って小さなメダルに物語があるちょっとよくわかんないけど、そうだよね、今までこんなことなかったでしょ。だってなんだおっさん、どうしたんだ。メダルを我が一とか大事、世界中に散れば小さなメダルを集める使命としてきた。知ってるもんね。まあまあそういう、うん、今までいた、そういう人は。ん？王家の使命を世話することもなかったのだが、こんな体を、あ、なるほどね。旅をしているならどうか王女のメダル集めを手伝ってもらえ。なんで集めてるって理由があるってこと？最近のこの状況で旅の少なくて、頼めるものもおらず、ごほごほご、どうした？これあれなの？もしかして、110枚貯めた先に、そのね、この人の病気を治すものがあって、あれそういう どこかで小さなメダルを見つけたら王女の元へ、ごほごほごほ。これなんかありそうじゃない？なんかちょっとショートストーリーじゃないけど、まあメインストーリーにかかんのかな。あ、でもなんね、前回の石板はあったからね。金の指輪活用法だって。木の鉄はあと敵を眠らす武器を連続、あ、眠り攻撃強くなる目覚ましリングができます。だって金の指輪を題材に使っていくっていうか、特別なリングができるんです。リング噛むってある？今レングっつったぜベホミの次はレンゲじゃねえんだから。もうちょっと待って、なんか新しいの加わったね。金のなんか異常攻撃に強い指輪は金の、おお来た、アミタイツ28これはきっとゼシカさんのグラフィックが変わってくれるんだよねがぜんやる気になったぜ。おしゃれなベスト、うん、天罰の杖来た、金塊、星降る、あ、奇跡の剣がここで来るのね。神秘の鎧が75枚だ。オリハルコン83、オリハルコンでここで出てくるんだ。ドラケ11位からほらほぼ始めたもんなもんだから。オリハルコンはメタルキングのヘルムが90枚、うわーなんか出た、99枚で何かがあって石板かな、110枚。また今回は110枚で間違いないということで、こっちなんだろう。あ、なんだろう、これ夜だからかな。わー、なんかおるな、どうした。王女様を称える歌を歌っていたら、王様付きの目にうるさいって怒られちゃいました。それ王様がお休みになってる時に歌ってた僕も悪いけど、もう少し言い方を考えてほしいなって。これが王子様だったら僕を傷つけないように優しく諭すように注意なさるんだろうに。あのメイドきついことと言ったら全くとても女王様と同じ女と思いません。どういうこと、待って、なんか喋ってる。むにゃむにゃ、今日はね、もう眠いベス、かわいいスライムベスだったっけ。ベスの語尾にはベスってつけるのよ初めてしたね。この横の部屋にさ、なんかあ、いやいや、この横に部屋あったよね。あれ違う、あれ、あ、同じ部屋かい同じ部屋、ちょっと待った、で今までと違うな、違うな、なんかどこ行った？あ、座ってる。なんで集めんだろう。メダル王女、世界中に散ればある小さなメダルを集めております。旅の方は物資付けではありますが、旅先でメダルを見つけたならどうかお持ちいただけませんか？さあ持ってきましょう。さまざまな褒美と交換いたします。あとなんだろうね。持ってきてくださってありがとう。それではお預かりしますね。28枚なかったっけ？アミタイツ。あと一個で編みたい。いやー、取りこぼしてるんじゃないのか、俺。がぜんやる気が出たよね。ってことは、待ってね。ちょっと待って。よし、行こう。まあ、とにかく西に行けって話は聞いたから、今までにないぐらいのモチベーションですよ、今。変わんのかな？待って。ここさ、行こう。
何も起こらない。何もないってことはここには何もないってことだよね。じゃあね、一応裏行っとく。あ、なんかいた。待った、いたぞ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 。なんかこれどうやって戦ったらいいんだろうね。こいつ命令させろにするか。そうしようか。で戦う青さんダメ。ベギギラ、いやグループしか攻撃できないじゃん。ちょっと待って、ライデイン全体だよね。ちょっと待って、一旦ちょっと、ちょっと待って、あ、装備をちゃんと持ってこないとダメだ。一回ちょっと防御させて。で、ヤンガス、いや、ゼシカもダメ。ゼシカ。で、こういうやつはバイキル、バイキルとも覚えてるか。メラミで単発でしょ、オッケー。で、ククールも単発、オッケー。待って、ちょっと待って。で、ラリフォーアローか。一発ずつ攻撃してみたらどうなるかちょっと見てみたい。で、まずこうだよね。まずいいよね。身を守っている。オッケー。戻るんか。なるほどね。そういうタイプのことね。オッケー。かわしたわ。かわした。伺っている。あー、見とれている。腹さえ出さなかったらそんなにブスではないよな。本当に。待って、青さん防御。ちょ、また。青さんないから。これ一匹ずつ倒していくのがいいんじゃないのか。メラミ、オッケー。で、ククール、オッケー。めんどくさくは、なんなんそれ。ちょっと、なんか防御って結構。あー、なるほどね。で、これで一発ずつ倒していきたいところでは、いやー、待った、やめて、ちょっと待った。呪文、ちょっと待って、メホミ。もうなんかボス戦みたいな攻略じゃん。もうちょっと、もうなんで。ちょっとメラミ、オッケー。ククル、オッケー。メラミね、なんか多分死ぬでしょこれで。あ、死んだの、オッケーね。オッケー。様子伺っている。あ、やばい、また23。オッケー、ナイス。よしよし、戻った。そういうことね、そういうことね。こういう風に倒せばいいってことが分かりました。めんどくさいな。もうこの敵めんどくさいな。もう決めました。このタイプの敵が出たらもう逃げます。逃げましょう。逃げるべきでしょう。想定まさに行こう。 OK、 やっぱ逃げようぞ、ね、ちょっと待って、後ろになんかいるじゃん。後ろなんかいたよね。後ろなんかいたから、はい、22。メダル王のとこってこれルーラできるかな。ルーラできるかな。あー、もうちょっとアミタイツ欲しい。アミタイツ欲しい。これアミタイツになるのかな。これに下半身がアミタイツになるのかな。そういうこ、そういうことなのかな。ちょっともう興味が、もうそれしかもう興味が頭に中にない。それしか違う。待って、ま、ちょっと待って。ルーラーさ、多分さ、よっしゃ、メダル王女の城だって、ほら。じゃあね、今なんかね、あっち、ほら、行ったー。牛かい。牛かい。いや、違う。ちょっとさ、エンカウンツモンスターかと思ったわけよ。ちょっと、いや、マジで。ちょっとそう思ってたわけですよ。まあ、また逃げよう。逃げましょう。なんでここできてんだろうね。ちょっとなんか、なんでだろうね。まあ、まあいいや。ここでルーラー戻ってこれるんで、根持って行ったことのないところに行けるわけで、ちょっと、いや、世界一周もしてみたいっちゃしてみたいよね。ちょっと。ちょっと今、まあちょっと待って、あの西に行けってことの話は分かったんだけど、ちょっとやりたいことがあるんだよね。ちょっと待って、多分ちょっと真ん中のとこ見ない。ちょっとまた西に行けって言ってたよね。なんかなんかダッカルビ的な名前の。なんか絶対違うけど、そういう類の名前だったよね。じゃあ俺今どこに行きたいかっていうと、ドラクエと言ったらここしかないでしょう。真ん中ですよ、あの真ん中ですよ、真ん中。間違いなく真ん中に何かあるでしょう。ちょっとそこをちょっと最後ちょっと見ていきたいよね。あ、 C 名だ、 C 名だ。オッケー。あ、待って、どうしようかな。行きたいな、行きたいな。行きたいな。もうゆっくり1時間ぐらい世界中を旅してみたい。今までの中で一番ちょっと心が躍るよ。ちょ待って、真ん中。あ、なんかでっ、なんだ、
なんだ、あーなんかあれなんか、あーこれまっすぐ行ったら、あーこれまっすぐ行ったらなんか、あーなんかし、だくぐれるようなとこがある。でも西って言ってたよな。あでも岩だよね。待って、それいいや、待って、ここだよ、ここ、これなんだこれ、なんだと思うこれ、ほら、わあ、なん、な、んー、なんか石像のみたいの書いてなかった、あ、かわいい、なんか妖怪ウォッチに、あ、やめなさい、すいませんいや大丈夫、これが先でしょ、妖怪ウォッチもよりこれが先だよねじゃ妖怪的な感じのキャラだけど、ちょっと可愛くないこれ、あれなんかちょっと待って、地図見た今、え、なんかあったよ、なんかあったよね、なんか石像みたいな、なんかちょっとよくわかんないんだけど、これちょっと思ったこと一個あるんだけど、これやっぱあれだな、これあれだよね、多分空飛ぶ、と空飛ぶ乗り物でしか来れない場所って間違いない。あと違う、もう一個あるんだ、多分今までのドラクエだと、まあいろいろあったじゃないですか、まあ過去、前回は過去もありましたし、で地下もあったよね、で空もあって異次元みたいなし、まあなんかしら、うわもう超綺麗じゃない、桟橋みたいなのあんのかな、あ、ある、これなんだろう、ほら真ん中にほら頭に手置いてるおじさんみたいのかなんかいるよ、頭下から行けるわ、よし、まあまあまあ今行くべき、おりますって、やべ今やめ、ダメだと思う、まだなんでかって、多分すんげー敵強いんだと思う、敵絶対強いよね、これ絶対強いね、はい、どこに降りたら降りれるのかな、降りれる場所は一緒なのかな、どこじゃ、ここ、降りる場所は一緒なのか、待ってごめん、ここでは、いや俺一緒だ、ちょ待って、ちょ敵の強さ見てみない、やばい、ちょっと待って、それはどうなんだ青井さん、お金がなくなってしまう、ちょっと待って、ちょっと待って、23、34、そんなに強くねえ、あ、そんなに強くない、いやーそう、どうだ、39、いよら、うわあかんちょっと待って、ダメだ、やめよう、オッケー、40、あ、そん、いや、いける、うん、いけんのか、いけんのか、どっちだ、あ、そんなに敵の強さからするとそんな後々来るような感じではないような気がする、バリバリ、やばい、ゼシカが死ぬかもしれん、オッケー、キャド33、オッケーオッケー、そんなに強くないから、これ結構どっかのタイミングで結構早いやんかって来るかもね、38、45、はい、32、そんなにあれだ、オッケーオッケー、でもちょっと強いぐらいかな、経験値を見よう、お、402、いいね、レベル上げスポッツになるかもしれない、ちょっと待って帰ります、わかったわかった、多分場所じゃないんだよね、あの降りたところに全部勝手にこう桟橋みたいのこう自分で立てるような感じなんだね、これはいいとして、さあ次のとこ行こう、やべ超楽しくないかちょっと待って、あっちに何か見えるけど、ちょっと待ってね、どこ行く、西って言ってたよね、西って言ってたから、まあ、こっちでは間違いないとは思うんだけど、次の町を見つけてとこで、これ俺なんかプチアーノ好きなんだけど、これね、可愛くない、これ可愛くない、可愛いよね、 OK、 あーちょっとアミタイツでグラフィックが変わるか問題が今僕のドラクエイトの一番のですね問題になっていますよね、ちょっと楽しみだね、どっかで必ず、やべえ今までと全然ちげえ、しかもこれは何を、あ、間違ったな、間違ったね、どっちを行くんだこれ、町があったね、こっち行ってみる、うわなんかあそこのアーチがさ
大冒険な感じしないねえ。このアーチが、ほら最近さ、なんかグラフィックが綺麗になればなるほどさ、こういう船っていうかさ、飛空艇みたいのがちょっとなかったりすることあるじゃん。ちょ、逃げさせてください。あ、逃げれない。逃げれなかった。逃げれない。強いんかお前ら。やばい、こういう敵の多い時じゃ戦った方がいいな。ちょっと早くあのアーチに行きたかったんだ。蜂の、オッケー。超楽しくないか。ちょっと走ってるだけで、ちょっとまだ他の大陸をちょっと見てないので、ちょっと次はちょっと世界中でもちょっと見るのもいいんじゃないですか。なんかちょっといきなり世界中を回り始めながら、なんかカランカランって氷の音みたい、音を聞いたら、こいつ酒飲みながら楽しんでるなと思ってもう世界旅行やしてんだなっていう。待て、どうしよう。青さんか、40ね、行った。おっしゃ、これ来るんじゃない。エースブレインだ。だって会心の一撃が出やすくなった。オッケー、そろそろもう次に鋼の、うわー、なんか、あ、上に街がある。なんだこれ。何、海流だって。逃げられない。ちょっと待って、ちょっと待ってくれ。うわ、危ね、びっか、事後フラッシュだって。びっくり。もうやめてくれよ、事後っていう。マリーサとか来てる。逃げられない。またこれエンカウントの敵か、もしかして。ここの、ほら逃げられない。ちょっと待って、これ逃げられないぞ。31、戦う呪文大変。 OK、 やめて、事後フラッシュやめてくれ。もうちょちょ、事後スパークでさすがにちょっと痛い思いしてるから。これ敵か。31、これなんか敵臭くない。なんかこれ、ここの門番かなんかじゃない。だからそんな気しない。いや、与えられない。与えられない。お願い、奇跡の雷電院で効かない。なんかがおかしいぞ。待って、あれ、これ何なんだろう。倒していい敵なのかな。あ、終わった、倒せる。あれって、あれおかしいぞ。あれ何なんこいつ。あれ弱かったね。でも逃げられなかったね。海流だって。あれ、なんか今エンカウントっぽいな気がしたんだけど、違うのかな。オッケー、行こう。オッケー、どこだ、この町か、場所がわからないよね。場所がわからない。北、西、あー、なんか雪っぽいマップが出てきた。ここ雪な、あの、ん、ちょっと待ってね、みんなに、ね、ごめんね、ちょ待っといてね。これ逃げれる時と逃げれない時のあれがなんとなく、なんかあるぞ。なんか見えてきた。なんだこれ、なんだこれ、教会か。おごめん、なあ、やめて。ちょ、やめてくれる。とどま、驚いてる、驚いてるのは出てくるんじゃない。出てくる時は殺される覚悟のある時だけ出てこい。なんか雪のマップみたいのも出てきたね。違う、やばい、ごめんね、ちょっと申し訳ないんだけど、うわ、こうマップ見てるだけで楽しいんだけど。楽しいよ。宝箱がある。待った、ちょっと待って。いや、いけんの。いや、敵の強さがちょっと。いや、行ってもいいのか、これ。なんかちょっと強そうな気が。ももちゃん来た、やめて。20に、そんな大丈夫か。あー、びっくりした、俺絶対死ぬと思った。あ、死なねえ。20だ、あ、全然平気、さっきのとこよりマシだ。23、もも仲間になれよ、もも。もも帰っておいで。あ、ももっていうのは、あの、僕の動画、
ドラゲン5の見てもらえるの。ももちゃん出てきた。もっと51だ。オッケー。あーちょっと待ってくれ。ちょっとももちゃんの倒れ方が23。なんかひっくり返ってなかったか。なんかちょっとひっくり返ってなかったか。ヤード52。オッケー。さあやっつけた。39にポイント。オッケー。でもって宝物があるんですが、なんだこれ。あ、なんだここ、なんだろうねここね。鍵かかってる。開けた。怒りのタトゥー。怒りのタトゥー。シールってな。シールって、はい。あ、金のブレスレットと同じところのあれなのか。装飾品的な。なんだここ。宿に建てられた教会です。だって宿モデル 旅人がいるなら巡礼であるなしにもかかわらずどなたも受け入れましょう。だって、あ、シャンプーハット一族だ。シャンプーハットの方々が。あー、ここなんだろう。ルーラってあんのかな。 あった浜辺の教会だって。さあということで、まあちょっとルーラも、ちょっとルーラじゃねえわ、セーブもできるんで今回はこの辺で終わりたいなと思います。で、なんか言ってた、なんかね、なんとかカルビじゃないけど、なんかよくガがつくような街がちょっとねないんですけど、まあ次そのそこの街を探してみたいなと思います。よろしければチャンネル登録、そして高評価などもお願いしますね。それでは皆さん、バイバイ。